ポールビュートラックは、アメリカ合衆国、テキサス州出身のプロバスケットボール選手である。ポジションは、フォワード、センター。イースタンワシントン大学卒業後の2007年、フランスのソムと、選手契約を結びプロ選手となる。この2007から08シーズンは、ポーランドのスタルオストルフ・ビエルコ・ポールスキ、ラトビアのリエパーやラウバス、NBA デベロップメントリーグのコロラド・フォーティナーズ、 エストニアのタリナカエフでプレーした。2008年、BJ リーグのニーガダールビレックス BB に入団。2010年まで在籍し、2009から10シーズンには12月度のサークル、K、サンクス月間 MVP を獲得した。2010年、この年 BJ リーグに参入した、秋田ノーザンハピネッツに移籍。42試合に出場した。2011年、高松ファイブアローズに移籍。 2012年は、横浜 B、コルセアーズに移籍したが、12月に契約解除。2012から13シーズン、ビュートラックは2013年1月に、JBL2 のトヨタ通商ファイティングイーグルスと契約した。2013から14シーズン、ビュートラックは、ブルガリアのヤンボル BC と契約。2014年1月には、NBDL の TGD ライズに移籍した。 2014から15シーズンは NBL の和歌山トライアンズと契約し54試合に出場した。2015から16シーズンは b j リーグの埼玉ブロンコスと契約し14試合に出場したが11月に契約を解除した。その後メキシコのエルモシー・ジョラヨスで59試合に出場した。2016から17シーズンは B リーグ2部の熊本ボルターズと契約し、レギュラーシーズン60試合すべてに出場した。2018年、秋田県のクラブチームである厚生クラブに加わる。ありがとうございます。